たける心を殺すことある。今回の動画は快楽天国スローハンズさんの提供でお送りします。ご支援いただきありがとうございます。これからも応援よろしくお願いいたします。泣かないで、そこにはほら、あなたを包む大切な人。一つ一つ流した涙、その訳を忘れないで。温かい人の優しさに僕は答え、すいません。あ、はじめまして、三谷と申します。よろしくお願いします。お願いします。あ、これもう始まってるんですか？始まってます。もうマジで急に。手際さんが矢口さんと YouTube やってらっしゃるの見て、YouTube やってるからもしかしたら出てもらえたりしないかなと思って。じゃあその理由が聞きたかったんですよ。なんで私に声をかけていただけたのか。いろんな人出てくれてるんですけど、はいはい、そういえばグラビアアイドルやってた人に出たことないなと思ってでそれでなんかそのどうやってなってくるもんなのかなとか。あ、グラビアアイドルにとか、あとその、はい、テレビ出てから、はい、どんな悩み持ってたんだろうなとか、なんかそんなとことかなんか話聞いたら面白そうだなと思って。ありがとうございます。ちょっと緊張。でもあの YouTube、 そして事務所違う2人がやってるってのが面白いなと思って。そうなんですよ。あれすごくないですか。だってあれは垣根超えてますよね。お互いの事務所に許可を得て、はいはい、まあ、OK もらって、はい、でも本当2人でやってるんで事務所の人にはまあ一応管理はしてもらってますけど、はいはいはい、まあ、やってるのは2人だから。撮影はどうしてですか。私2人でスマホで。あ、どっちか。じゃあ基本自撮りみたいな。あ、自撮りです。あ、そうか、そうなんですね。はい。そっか、じゃあ編集は、編集も2人でどっちか交互にとか。あ、ほぼほぼまりちゃんが。いや、矢口さんバイタリティすごいっすね。すごいんですよ。だってスーパー機械音痴でまりちゃんに習いながらやったりしてて。なるほど。たまに編集したりとか。へえ、あ、よかったよ。ここでいいですか。いいんですか。そう、ちなみにマスクって僕つけてるんでいいんですか。あ、いいです、全然。いただいて、よろしくお願いします。ちなみに関間さんって今もう芸歴でいうと何年目なんですか。芸歴は、10歳からなんで。え、10、これくらいですか。一応。へえ、10歳から、え、じゃあもう30年以上やってるんですか。あ、30年はいいんですか。まだ、29年。ごめんなさい。29年。芸歴29年ですか。うんですね。じゃあ、同期だと誰ですか。来年30周年迎える人と一緒ってことですか。そうですよね。でも中川家さんと一緒って言われたことある。あ、そうなんですね。同期のそのグラビアとか、は知らないです。へえ、そこ、そうですよね。グラビア、まあでもグラビアはそんな前からやってたわけじゃないけど、はあはあ、10歳の時からは劇団に入ってて、はあはあ、でなんか舞台やったりとかエキストラやったりとか、そんなそこを芸歴に入れるかって言ったらどうかわかんないけど、一応飛び込んだのが10歳だから、はあ、29年。それ最近の仕事の内容的にはどんな感じなんですか。こういうのが多いみたいな。やっぱバラエティーが多いですね。あと年取ってきたから質のいいって言ったらあれなんですけど、なんか上品な番組とか増えるようになりました。前ほど体を張るとかじゃなくて。あ、だって昔なんかおっぱいパパラッチみたいな、なんかそれはまだ 2,3 年前なんで最近なんですよ。上乳パパラッチですよね。あのかの有名な彼氏ができましたみたいな、なんかネットニュースになってませんでした。ね、できました。それは、6月、いい人とか気になってる人がいますみたいなのを言われたっていうか、もう垂れ込まれたのは某番組で、はあはあ、うちのマネージャーさんが情報を流して、でそこの番組でもう言っちゃえよみたいな、はあはあ、付き合ってって言っちゃえよみたいな感じに流れになったんで、まあ、その場をお借りして結婚前提に付き合ってくださいって言ってくださいっていう逆告白宣言みたいな感じ、はあはあ、で、その日に今のその彼から連絡が来て、言ってもらってお付き合いする感じに。あ、じゃあ
電波を使ってそうなんか私的には芸能界憧れてずっと来てるからその感じのお付き合い始まる感じなんかちょ夢なんかかなったなってあそうですつい最近そう芸能界に30年近くいてもそういう夢がまだあったんですよ、うん、そのなんかピュアっぽいというか全然あるもう芸能人になりたいんで私は、はあはあ、だからまだまだ全然慣れてると思ってないからなんかまだまだ叶えたいことはいっぱいありますあそうなんですね出身は何どこなんですか出身栃木県ですへえ兄弟とかいるんですかあ兄弟います兄が2人あお兄ちゃん2人の妹ですかそうだから溺愛されてあそうですかめちゃめちゃ過保護に育ちましたね何個離れてるんですか一番上は5個で真ん中は3つ離れてます年長さんぐらいに多分もう芸能界に入りたいみたいな感じでなんかねもともと私テレビっ子でずっとテレビ見てたんですよ友達と遊ぶよりテレビって感じでだったら出たいっていう芸能人になりたいってなってそれは芸能人ってのは何を指してるんですか、うん、女優最初はもう女優さんですあ、そうなんですかそれで演技をずっと劇団で10年以上習ってたんですよ栃木で劇団に入ると東京に通うんですか通ってましたね週1回日曜日あレッスンというかレッスンお母さんたちも応援してくれてたんですねそれをね父には内緒であそうなんですかお父さんなんか厳しいんですかめちゃくちゃ厳しいんですよへえどういう厳しさですか お兄ちゃんとかもなんか殴られたら育ってるみたいなあ全然手は絶対出さないんですけど、はあはあ、めちゃめちゃ厳しくて門限とか、はあはあ、あと勉強してないとすごい怒るとかへえとにかくけじめがついてないことにはすごい怒るし、はあ、っていうので多分父親的には普通の平凡な人生を歩ませたいみたいな、うん、芸能界なんてちょっと最初に劇団入る時にふわっと言ってみたんですよほうほうあの新聞の下とかによくオーディションの開催あるじゃないですか はい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 、あれを見て私はそれを母に言ってじゃあお父さん聞いてみなみたいに言われてちょっとふわっとこれ、こういうのやってみたいんだけどとか言ったらもう言った瞬間にダメダメへえって言われたけど絶対入りたかったから内緒で入れてもらってちなみに入ってからは、うん、そのお仕事とかオーディションとかに行くんですかあオーディションですよへえそれはじゃあなんか受かったんですか受かんないんですよだからその劇団内にある舞台に出てたり あとエキストラですねへ演技はどうだったんですか上手かったんですか私自分で上手いと思ってたんですけど分かんないそうかでも受かんないんですもんね、うん、へそれ何歳まで続けるんですかその劇団劇団は17、18ぐらいまで多分入ったと思うあ結構やってるんですねやってました、ねよくその十何歳まで内緒でできましたねお父さんねね多分うすうす気づいてたと思うんですけど娘にはあんま強く言えないみたいで母伝いにちょっとお父さん怒ってるっぽいみたいなへえバレたかもよみたいなだから日曜日がそのレッスン行く日だったんで今日部活だよって言ってへ外出ていく時はジャージ着て外出て着替えて車の中で着替えて東京行ってるみたいな感じだったからああなるほどね、まあ、まあうまく騙されてくれてたんだと思いますへちなみにその中学校とか高校とかはどんな風に過ごすんですか、うん、割と手島さんの世代ってまだヤンキーとかいるんじゃないですか学校にああめっちゃいましたしかもうちの中学校なんかニュースとかになったぐらいやばい中学校だったなんか北関東ってやばそうですもんねなんかねなんか多いイメージありますよねほうほう違いますよ私は違いますよあ違うんですか私生徒会員でしたもんあじゃあ割とそのなんていうかあの優等生チームにいたんですかそうですね優等生チームだからあのそのヤンキーチームにめちゃめちゃ嫌われててあそうなんですかそれでなんか小中はいじめとかにあってましたあそれハードめですかソフトめですか普通隠されるとかそうですかあもうそんな超普通ですよそんなのもっとですかうん全然トイレしてたら水上からかけられるみたいなああそんなのはもう普通ですよそれ普通ですかそれはソフトでしょいや結構ハードモードだと思いますけど本当それなんか流行ってたんでその時そういうのがへえ。なんか家なき子とか分かります？なんかあの感じだったんでなんかそれは割と普通だし、はあはあ、一番嫌だったのは何ですか一番嫌だったのはなんか家まで来てうちの飼ってた犬を逃がしたそ
いやそれめちゃくちゃウルトラハードモードじゃないですかそれ。びっくりしません？いやいやそれはもう目の前で自分家の飼ってる犬連れてかれるんですよ。いやいじめの意見超えてますよね。はい。でもなんかやめてって言っても言っちゃうから。はい。車で。はい。まあもうこれはもうって。それ小学校の時？それは中学校の時です。車で行くってそれ親ぐるみでってことですか？いや多分そのヤンキーチームの上の世代、車を運転できる人たち、ね、そう先輩と来て。へえ。犬だと誘拐されてるってことですよね簡単に言うと。それ学校行きたくならなくなりません？そんないじめになったら。普通そう思うと思うんですけど、なんか私負けん気がめちゃめちゃ強いんですよ。ほうほう。なんか絶対不登校になったら負けって思ったし、あと芸能界をやりたい人だから、なんか芸能界ってちょっといじめあったりすんのかなとか厳しい世界だろうなっていうのを思ってたから、なんかこれで負けてはいけないみたいな。あ、じゃあ今そのトレーニング中だぐらいの気持ちなんだ。めちゃめちゃ傷ついてるし、うんうん、悔しいし泣いたりもしてますよもちろん、うんうん、だけどこれで負けたら芸能界にはいられないって思って絶対あのビビりながらも行ってましたね。投稿してました。水かけられたり 犬にぶつかったり、そうくつかくされたり、めちゃくちゃ悔しいけど、それを悔しさを表に出さないように謙虚に素通りするみたいな技を覚えました。成績とかいいんですか？成績はそんな全然良くなかった。数学はめちゃめちゃあのできなかった、赤点ばっか、うん、でも生物だけがなぜか全国7位とかになったことある。全国模試で7位だったんですか？びっくりしますよね。だからその運命の差だから、多分 中間よりちょっと悪いぐらい。へえ。じゃあその高校とかは行くんですか？ここ行きます。高校がごきげんようとかいうなんか赤絨毯引いてあるめっちゃ新学校に行っちゃったんですよなぜか。でもお嬢様学校、それそうなんですよ。芸能 OK なんですか？なんか先生に一応言って大丈夫だった。高校どうする？どんな感じなんですか？高校はでももうお嬢様学校だといじめとかないですよね？ないんですよ。なかった。めちゃめちゃ平和でみんな応援してくれるし、なんかエキストラでちょい役で出たとしたら見たよみたいな。へー。感じで平和に。あ、エキストラ何出たんですか？なんかドラマです。地上波のドラマのガラスの仮面とか出てました。あ、足立恵美さんの。はい。それ高校とか卒業するタイミングってはどうなんですか？進路大学に行こうかとか芸能一本にしようかとか。本当は芸能一本で行きたかったんですけど、はい、父親がやっぱあの東京に行くのであれば何か資格を取りに行くじゃないとダメって言われて、だってその時に生物がめちゃめちゃ得意で成績も良かったから、あの学校の校長の推薦で栄養士の短大に推薦してくれて入ったんですよ。へえ。でも本当はね、はい、父親的には4大に行かせるつもりだから、短大かよってなったけど、まあ資格取るならいいかっていうので東京に出てこれて、はい、で東京出てくるタイミングぐらいで事務所プロダクション、はいに合格したから、劇団も辞めてプロダクションの方に移ったんですよ。そのプロダクションではどんなタレントとして入るんですか？いや、はい、女優なのか。女優。あ、女優として入るんですか？女優として入るんですよ。個人事務所ですけどね。え、でもそれってそれまでにあのなんか役とかもらえてるんですか？そのドラマとかで。ない。レッスンとか、レッスン費を払っていくみたいな。あ、レッスン生みたいな。レッスン生でずっとレッスンもうずっと続けて、ほうほう。でたまにまたエキストラでとか、ほうほう、ちょっと一言二言喋る役みたいなとか、ほうほうになり、もう気づいたら二十歳、ほうほうほう、なって短大卒業する、ほう、どうしようってなるじゃないですか。はい。でどうしようなんですけど、栄養士になるつもりもないし、うんうんうん、卒業すると同時にもう一回違う事務所に移るんですよ。でその移った事務所が、女優さんをやりたいんだったらグラビアをやった方が名前が早く売れるよって言われて、確かにその時グラビア結構胸大きい人の全盛期みたいな感じで、子供
小池栄子さんもとか、そう井上和香さんとか、そういう山田美奈さんとか、そうでちょうどドラマにも皆さん出てたり、はあ、でもグラビアもやってバラエティもやってみたいな、そういう時だったから、うん、私もあそうかもしれないと思って、はあ、で父親には内緒でグラビアをやる。でも内緒ってバレません、グラビアなんてやってたら。そのだからあバレる、雑誌とかに。でも父親は見ないから、あ、はあはあ、全然そこはやりたいし、私まあもう女優になるのが目的だから、別にそんなエロいものだと思ってない、うんうん、なるほど、思ってないし、もともと水泳をね3歳から13年ぐらいやってたから、水着になること全然抵抗なかったんですよ、はあはあ、でもいざそのグラビアの撮影行ってみたら、私の想像してる水着とは全然違うんですよ。え、どういうタイプ？水着っていうもんじゃなくて、なんかまず下だけ用意されてるんですよ、パンティーみたいのが、はあはあ、それ履いて、で上あれないなと思ったら、まず手で隠してくださいみたいな。おお、はいはいはい、あ、いよいよこれはやばいって思うじゃないですか。でちょっと手はちょっとみたいな感じで言ってたら、なんかそこにあったカーテンのあのこうくくりつけるのあるじゃないですか。なんていうカーテンをこのまとめる、あのそうまとめるあれを当てろって言われて、でも角度で水着に見えるからって言われて、初めてだから、あ、そういうもんなんだってやって、多分バレてたと思うんですけど、母親的にはひた隠しにしてくれてたけど、私には何も届かないです、父親の。そうなん、でもやめろとも言われてないし。へえ、でもじゃあ結構順調な滑り出しですよ。20とか本当は21、はあはあ、でもサバ読んでたから19になってる。あ、2歳サバ読んだんですね。はい、でもじゃあ19歳サバ読み年齢19歳で、うん、そっからはどんな感じなんですか、順調にいくんですか。はい、え、全然。その後はもうグラビアのなんか着エロ時期みたいのがあって、着エロっていう、はあ、着てるけど着てないみたいな、ほんとこんなちっちゃい水着とかも、はあはあ、トップしか隠れてないやつとか、はあはあ、なんかそういう普通2本ぐらいで隠したりとか、はあ、普通2本っていうのもおかしいんですけど、はあ、2本ぐらいがマストの時代だったんですけど、はあ、1本にしてみようってどんどんハードになっていく時代だったんですよ。なんか、はあはあ、いかに小さいもので隠せるかみたいな、はあはあはあ、この爪のここで隠せないかとかこう角度とかで、はみ出るでしょ。そう、絶対はみ出てるんだけど、なんか仕上がりの時は角度で見てる人には分かんない、でも現場にいる人には見えてるみたいな、はあ、そういう時代だったから、いろんなことを経なきゃいけないんだけど、なんかちょっとやりすぎるとおかしくなってくるじゃないですか、あ、感覚が、うん、最初はやっぱさすがに、写真には写らないとはいえ、知らない人の前にその乳首見られちゃうとか恥ずかしく、ね、恥ずかしい、恥ずかしい、そうっすよね、うん、恥ずかしいし、なんか恥ずかしいし、なんか、え、私これで女優さんになれるのっていう、うんうんうん、どっか冷静なとこもあったけど、流行ってたんで、はあはあ、もう始めたからにはまずそのグラビアでまず頂点を極めないと女優さんにはなれないっていう、うん、またその負けん気みたいな、はあはあはあ、のがあって、まずそこにかけてみようじゃないけど、はあ、いろんなまあ挑戦をして、結構ギリギリぐらいまでセミヌードに近いぐらいまで頑張って、ちょいちょい手島優っていうのを知ってもらえるようにはなれたけど、やっぱお色気のイメージがついちゃったから、女優のオファーなんて来ないんですよ。なるほど、ギリギリすぎる。そう、マジ騙されたと思って、その時。それ何歳ぐらいですか、もあのちょグラビアでもなんとなく食えてるなというか。26、サバ読み年齢は24。そう、はあはあ、ギリギリお色気タレントみたいになっ、そうなっちゃって、でじゃあ役がちょっと来てもなんか人の男を寝取るとか、はいはい、そっちキャバクラ嬢の役とか、はい、まあ、派手な役、はいはい、
ばっかりで、思い描いてたのは違う。私の中では NHK とかの朝ドラとかそっちなんですよ。ああ、なるほどね。月9の主演とかそのウフじゃないですよ。山口智子さん、ね、あ、そう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 。てか山口智子さんになれると思って東京来てるから、話が全然違うってなってだけど、まあ私にもうそれやっちゃってるから、はいはい、もうそのまま行くみたいな。でもさ、お色気路線で突っ走ろうみたいな、うん、それはバラエティーがメインになってきちゃって。そのバラエティーの一番最初のなんかこうきっかけは何ですか？そのなんかグラビアタレントの人ってなんかこう賑やかし的に呼ばれることあると思うんですけど、あとなんかあ、手島優ってこういう人だねってなんとなく分かられてく感じはいつぐらいからなんですか、うん、世間に。深夜の多分水着で、その時はまだテレビで出ても全然大丈夫だったんで、水着で深夜なんかちょっと騒ぐ女の子たちみたいな感じのリーダーみたいな感じ。へー。ちなみにその学生時代とか、はい、まあ、その20代ってその勝手に追い上げタレントだから性に奔放なのかなって勝手に想像してたんですけどそんな感じでもないんですか、今の話聞いてる感じ。全然違いますよ。じゃこれもグラビアとかをやるためのお色気寄りの作り込みでこうなっちゃった。いや、初めての彼氏とかが遅いんですか？え、め遅いです。ちゃんと付き合ったのは17。あ、ここから4年ぐらい。あ、すごい。付き合ったりとかして。あ、ちゃんと長いんですね。長いんですよ。だからあの数が少ない。あ、そうなんですね。いや、でもそのね、いわゆるその経験人数も3桁ですみたいな、ね、そういう感じですよ、いうふうになんか思っちゃうじゃないですか。でもそういうふうに売ってました。あ、当時、うん、だからなんか私清純派の顔じゃないから、そう、清純派の人は何しても売れるんですよ、顔が可愛いから、うん、私は本当に顔がやばいから胸しかないからってなると、他のその正統派に勝つには何かってなるとちょっとケバくしてインパクト、あで、トークもね、そうとかちょっとエロみたいな。え、それ経験人数を偽って、うん、あのそういう風に言ってたのか、むしろ逆にそれを本当にしなきゃって言って無理やりこうやりまくってたのか、どっちなんですか？やりまくってはない。あ、ないですか？あの私話を盛る癖があるんですよ。あ、そうなんですね。だからすごいなんかガンガンですみたいな結構軽く言っちゃうんですけど、はあはあ、全くない。あ、じゃあ嘘の手島優像を作ってそれをトークしてたってことなんですか？そう、だからね、途中で手島優見失って。あ、なるほど。身がないからね使い切っちゃって、はあはあ、身がなくなって本当におかしくなっちゃった時とかある。へえ。作り上げられたキャラに一生懸命応えようとすると、はあ、途中でまあ、あ、ちょっとあれ、私こんなこと したいわけじゃないのにとか、私って操り人形じゃんみたいので、ちょっと不満と不安と、あともちろん身がなくなってくるから、もう、あ、もうなんもないみたいな感じでちょっとおかしくなるかと思います。でもそのおかしくなって飛びはしなかったですか、手島さんは？飛ぶ？だからそのもうおかしくなっちゃって仕事と飛ばしたりとか。あ、全然それはないです。本当にずっと芸能人になりたい人だから、有名にとにかくなりたい人だから、ここで私が今そう、自分のせいじゃないですか、中身ないのとか、それで私がじゃあやめますって言ったところで、あ、そうですか、会話いっぱいいますよって言われてきてるから、そう言われるのも悔しいし、なんか絶対病んだとしても絶対出続けてやるみたいな感じ。なるほどね、はい。一番晴れたのは何なんですか？一番晴れたのはゴッドタンかな。でもそのゴッドタン出た時は今の事務所プラチナプロダクションに所属した時だったんです。あ、その所属の経緯は何なんですか？所属の経緯はあの前に入ってた個人事務所の社長が急になんかやっぱ俺も表に出たいから会社解散みたいに急に言われたんですよ。はあはあ、だから今月中になんか他の事務所探してきてみたいに言われて、
へえってなって、はあはあ、どうしようと思ったけど、一応その時はもうグラビアでちょっと名前出てきてたから、はあはあ、その仕事の関係者の人に私みたいなもんが入れる、この色がついちゃってるけど撮ってくれる事務所とかそういうバラエティとかも出してくれる事務所ありますかねみたいな、はあはあ、言ったらいろいろ紹介してくださったんですけど、プラチナムだけが唯一引き受けてくれて、へー、あのね、まあ私一番本当にプラチナム入りたかったんですよ、ずっと。おお、なんで？若槻千夏さんがめちゃくちゃ好きなんですよ。あ、そうなんですか。顔もめっちゃ好きだし、あの頭の回転がすごい速いじゃないですか、はいはい、憧れるんですよ、私にはできないものを全て持ってる人。うんうん、そうなんですね。そうか、でもプラチナムやったって感じなんですね。マジでと思って、紹介してくれた人と帰りのエレベーターで泣きながらイエーイって入ったってして、入れた、え、マジで夢かもしんないみたいな。だ、今までのいろんな苦労とか、そのなんか騙された感、はいはい、騙されて脱がされたっていう感じですよ、こっちからしたら、はいはいはい、それもプラチナムに入るための道だったのかとか、なんかいろいろそこにつながるように、まあ、その経験があったから、多分今何があってもあんま、なんか、気も座ってるじゃないけど。へえ、まあそうですよね。だってこの小指で乳首隠すことができたら何でもできちゃうような気がしますもんね。鼻出た。プラチナム入ってからは何か変わったんですか、うん、入ってみて。やっぱ事務所の力ってすごいと思う。へえ。てか個人事務所とかにいたから。しかもその個人事務所っていうのも全然今立ち上げましたよみたいな事務所だったから、全然お偉いさんとかがふって感じなんですよ。面接とかに行っても目の前で本当にプロフィール捨てられたりとか、誰君みたいな感じで、何その事務所みたいな、うん、もっと有名になりたいんだったらおっぱい入れといてとか、え、結構もうあんのにみたいな、失礼なやつめみたいな、だから脱いだらすごいんですみたいな、よくわかんないけど食い下がって、私着痩せするだけなんですみたいな、結構食い下がって、でもお前の顔絶対忘れないかんなとか思いながら、で事務所プラチナム入ったらその人に会ったことあるんですけど、もうコロッと態度変わって、売れると思ったんだよみたいな。うわすごい。じゃあやっぱね、ずっとこう名のある有名な事務所だと周りの態度は変わるなって思って、その時から人は信用できないなっていう思ってる。経験者はね、裏切りっていうか、まあ大人も子供も別に一緒だけど、人って本当めちゃめちゃ怖いなって思いました。へえ、その経験をしてね、うん、それプラチナムさんのおかげで我々で仕事がコンスタントになってくるんですか、なんか。あ、そうそう、定期的に入ってくるというか、もう本当に2、3年いつ寝たっけっていうぐらい働いてました。あ、そうですか。30ぐらいまでは本当に、まあ、売り出してくれてる期間っていうのもあるし、あと日テレジェニックっていうのもならせていただいて、はいはい、そういう活動でグラビアの方も結構正統派にこうシフトチェンジしていけたりとか、とにかくもう働き続けてる。へえ、そっか、日テレジェニックやりながらもうバラエティー出まくってとか、うんうん、地方行って営業行ったりだとか。営業は何でしょう、トーク、トーク、トークショー。へー、トークはどうなんですか、得意だったんですか。トークは私もなんかそのエロいことばっかりしかやってきてないから、エロいトークはすごい得意なんですよ、はあはあ、下ネタとか。でもそれもあんまり実体験から来ないですよね。そう、調べましたもん、だっていろいろ努力して、はい、そういうセクシーなビデオ見たりとか、はあはあ、あと本見たりとか。へ、とにかくエロい姉さんにならなきゃいけないと思って。へ、そういう知識だけは豊富。なるほどね。そうなんだ。そういうのをトークで振られるわけじゃないから、やっぱお昼間のトークショーなんで。あ、イオンモールみたいな。そうで、真面目に今みたいなインタビューなんですよ。どこ出身なんですかとか、え、そんな普通のことを真顔で答えていいのみたいな、エロいこと言わなくていいのとか、ちょっと下品なことをしなくていいのっていう、はあはあ、感じ、はあはあ、で生きてましたね。じゃあプラチナさんに入ってから最初そういう正統派みたいなのにどんどんシフトチェンジしていくの。でも、うん、途中からなんか爆乳ヤンキーみたいな歌の先生さあれは別に正統派ですよ。あ、正統派なんですか
わかんない。でもあれ、V シネのあれ、主題歌ですからね。戦隊ものの。はいはいはい。そう、手島さん参加すれば、もっとハードなことやってるから、うん、あれは正統派なんですか、ね、あれは正統派です。そうなんですか、その中ではもう。何でしたっけ、あの、ローハーでしたっけ、ゴッドタンでしたっけ、なんか、これできますかって言ったら、マネージャーさんができますっていうくだりみたいな。あれ、ゴッドタンです。あ、ゴッドタンですか。問題ありませんみたいなやつですよね。そうそう。あれでもマネージャーさんの方が有名になっちゃう。悔しい。面白い。ここでがと思って。あ、なるほどね。私はこんな何十年もかけてこの地上波に出ようと思ってるのに、ポットでがなんか笑って悔しいってちょっと一回仲悪くなりました。あ、そうなんですか。マネージャーさんとリアルに。あ、仲悪くなったんだ。私呼ばれなくてマネージャーさんだけ呼ばれるとかあったんですよ、その番組に。なんで？断ってよみたいな。てか、だから連れてけよってね。そう。で、行ってもいいけど、売り込んでくれたのかなみたいな。一生信用してないから。その時は。なんかいろいろ。だってなんか水泳とかやってましたもんね。なんかそう。ゴールデンで。やってましたね。部活みたいな。あ、シンクロ？はあ、あ、広い木村でしたっけ？そう、大井広い木村。今、アーティスティックスイミングでしたっけ？名前変わったんですよ。いや、そうそうそう、それをやる前がもうクソほどやさぐれてたんですよ。へえ。なんかそう、30までめちゃくちゃ忙しく寝る暇もなく働いてたんですけど、30でまあ年齢カミングアウトしたんですけど、騒がれてました。そうで、カミングアウトして半年ぐらいは騒がれたんですけど、30代に大台になったし、どんどんスケジュール真っ白になってって、やばいって焦って、今まで寝る暇もないぐらい忙しかったのに、今寝れるってなっただけで不安になっちゃって、はあはあ、1日でもお休みあるとマネージャーさんとかに大丈夫かな私、はあ、なんか仕事入れてくれませんかみたいな、うん、へえ、なったりとかして、とにかく焦っちゃって、はあはあ、で、なんかテレビ好きだし勉強もあるからと思って見るんですけど、全然もう変わってきちゃってて、求められるものとかが、ね、いや私もう無理かもっていう風に落ち込み、お酒に走る。あ、なるほどね。なんか現実逃避したいみたいな。それってあれですか、やっぱ AKB とかがブレイクしてグラビアアイドルに仕事がなくなったら、そういう現象ですか。それです、それだ。その時です。なんか聞いたことあるんですよね、なんかそのもうヤンジャンとかああいう青年誌から、うんうん、もうあの純正グラビアアイドルが一気に消えて、そう全部その48系とか46系に塗り替わったみたいな。それだ、思い出した。なんで大事なこと忘れてたんだろう、記憶に摩擦してたのかもしれない。マジであれショックでしたもん。だってあの歌って踊って可愛い青春派の人が脱いだらダメよっていう。あ、私たち脱ぐしかないのに歌って踊れないし、なんか顔で勝負できないから脱いでんだぞぐらいに思ってるわけですよ、こっちは。お願い脱がないでくれだって。もちろん大ヒットじゃないですか。そう、グラビアの仕事がどんどんなくなっていって、バラエティーもまた席が添えて48さんたちとかに変わってって、あと面白いんですよね、やっぱ皆さん鍛えられてるから、48さんとかの。ああ、そうです、劇場でやってますもんね。やっぱトークに長けてるから、グラビアの人ってなんかちょっとエロいことしたり、うん、ちょっと下品なことをすれば割と目立てたんですけど、はあはあ、トークの中身がない子が多いんですよ。うん、私も含めね、はあはあ、だから普通のお仕事の時やっぱそういうちゃんとされてる人にもちろん行くわけですよ、はあはあ、どん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 自分のせいですけどお仕事なくなって、はあはあ、でメインのグラビアもなくなって、はあはあ、たまーに来るグラビアとかももう熟女系とかに変わっていくわけですよ、30だから。だからなんかもうなんかね、何やってんだろうみたいになってくる。ほんと作ってもらってたキャラに乗ってただけだから、あ、私なんもないじゃんっていう日々落ち込み。へえ、そこのどん底というかの精神はどんぐらい続くんですか。え、でもね、2年ぐらい続いてましたよ。へえ。でもじゃあその間でも全く仕事がないわけじゃないですかね。全くではないんですけど、まあそっか。え、だから1週間たら休みなんですか。1週間です。それででも給料的には暮らしていけるんですか。あ、給料的には
暮らせギリギリ、あーつつましくじゃないけど、すごいつつましく、でも私は母にちょっと仕送りをもらったりしてました。あーなるほどね。そうなんですよ、だからめちゃくちゃ迷惑かけてるんで仕送り返してます。今、あ今返してますか、はい、へえ。でどっからそのどん底期からそのなんかこの立ち上がるきっかけはあるんですか、なんかそのきっかけはこのどん底の感じが何かバラエティーか何かで垣間見えたらしいんですよ、私のやさぐれ感を拾ってくれた大人たちがそのまんまでいいから、あの何もこっち指示出さないから、その感じで出てほしいみたいな結構言ってくれるようになって、そしたらなんか無理せず出れるようになってからですかね。へえ、それ何歳ですか。33歳。はあ、はあ、はあ、っとそのあれもそうです、アーティスティックスイミングとかもそうです。やっぱ水中好きなんで。あ、そうなんですか、うん、水泳やってたから、はあはあ、水泳やっててちゃんとなんか天気になったのもあるし、はあはあ、あとまああとはもちろんお金をそこをついてくるとか貯金してたものがどんどんなくなるのを目に見えてくると、はあはあ、これはちょっともう一回ちゃんと人生やんなきゃいけないみたいな感じになって、周りにもそのままでいいよって言ってくれるし、現実も自分で見れるようになってやりだした。へえ、なるほどね。です。そこから楽になりました。なんかその無理しないでいいというか。え、無理しないって言っても無理しちゃうんですよね。ああ、そこ、まあまあそこ、そういう仕事ですもんね。なんていうかそのそうカメラあったらというか。カメラあったらなんかちょっと作っちゃいますよね。なるほどね。え、ちなみにその女優の夢はまだついえてないんですか、それとももうついえたんですか。ついえるって何ですか。なくなるっていうか。あ、なくなってはないんですけど、うん、消滅はしてないですか。消滅はしてないんですけど、女優さんはもう無理だろうなっていうのはある。あ、やっぱもう結局ここまで色ついちゃってるし、自分でもつけちゃってるんで、やっぱ自分の思う役はきっともう来ないなって思うから、わかんない。本当はやりたいのかもしれないですけどね。ああ、なるほどね。でもプラチナムだったらできなくもないですよ。七尾さんとかね。もうもうもう、それ正統派ですもん、だって。中村アンさんとかも。いや、正統派。みんな正統派。でも、綺麗、みんな。ああ。女子人気がすごいですからね、皆さん。ああ、そっか。手島さんって女子のファンいないんですか。いなかないけど、数えられる程度って感じだと思う。あ、そうなんですか。やっぱ圧倒的男性ですか。うん。だってエロですもん。エロいことしかやってないもん。そっか、そうなんですね。ちなみにその矢口さんと YouTube 始めるような流れは何なんですか。もともと仲良かったんですか。そう、仲良くて。どこで仲良かったんですか。バラエティの現場ですか。バラエティの現場で何回か会ってて、でその後共通の友達がいて、はい、でそことご飯食べるときに一緒に合流したのが初めて。へえ、あれ年齢は同じですか。同い年です。あ、そうなんですか。そう、同い年だからなんかそこまでなんか喋りやすかった。へえ。YouTube じゃその飲んだりとかするタイミングで2人でやろうみたいな。YouTube は去年とかのコロナ前ぐらいに、はあはあ、流行りだしてる前にやりたいねって言ってたんですよ。はあ、同い年だし、もうアラフォーはあはあ、だし、なんかテレビの世界もいろいろ変わってきちゃってるよねっていうので、うん、私たちがやりたいこのまんまの感じ出したいよねっていう話してやり始めました。はあはあ、なるほどね。だって登録者今どんぐらいですか。今めっちゃ少ないんですよ。4.8。おお、ノーマルの。そう、4.5万にいかないですね、なかなかね。はい。ちょっと宣伝してください。これで全然宣伝しましょう。しましょう。え、ちなみにどうなっていきたいんですか。その今後？そう。手島優雅ですか。はい。なんか
結局バラエティとグラビア育ててもらってると思ってるんで、これはやっぱちょっと恩返しじゃないですけど、そういう気持ちも大人になりちゃんとしみじみ感じてるので、なんかそういうグラビアとバラエティの席に呼んでもらえるときは、この人がいたら安心するなって思ってもらえるような人になりたい。なんか多分まだどっちにグラビアもバラエティも私がいたらちょっと不安だと思うんですよ、みんな。安定してない、大丈夫かなって多分思っちゃうと思うんですけど、この人いれば絶対売れるとか絶対見てもらえるとか、なんか見てる人にもなんかこの人いたら絶対面白いから見ようみたいな、そういう人になりたい。井森美幸さんみたいな。なんかずっと言ってるのが、私お茶の間のアイドルのその井森美幸さんなんですよ。へー、もうだって余計に考えたらすごいですよね。だって今も前線で戦ってるっていうか、そう、輝き続けてるじゃないですか。しかもちゃんと面白いんですしね、ずっとちゃんと面白くて、しかもずっと綺麗。あ、確かに。あの私も上品さんは欲しいんですよ、これから。あ、そうなんですね。ちょっと下品で売ってきちゃったから、もうちょっと爽やかなイメージプラス、そう、安心感のある存在になりたい。髪の毛の色を真っ黒にするってのあるじゃないですか。で、したことあるんですよ。あ、したら余計にエロくなっちゃったんですよ、マジで。で、メイクも全然しないでやったことあるんですけど、余計になんかなんか違うんですよ。事務所の人にも社長とかにも、つけまとれとかカラコンとれとか言われて、どっちもやってない時あったんですよ、髪も真っ黒にして。なんか結局エロいんですよ。すごいですよね。だってそのエロが別にそんな好きでもないし、その学生時代に大したやりもんでもないのに、その なぜかエロくなっちゃってすごいですね。なんでなんだろう。だって見てんじゃん、その性にめちゃくちゃ走った時期ないんですか、10代20代30代。ないない、怖いですもん。でも想像はしてますよ。あー、なるほど。むっつりとですね。むっつり、むっつりが一番今力入っちゃった。そうか、想像で鍛えられちゃったんですね、雰囲気はね。想像って強くないですか。いや、強いかもしれないですよ。現実より想像なんていくらでも何でもできるから、そう、想像しちゃってるから、実際にエロいことしてる人よりエロい雰囲気が出ちゃったのかもしれないですね。エロくなりたいのかもしれないですね、もしかしたら。お姫様になる予定だったんで。そっか、そうっすよね。夏空ですもんね。そう。イメージは。そう。できる。半分は多いとか。そうですよ。だからね。はい。そう。ママちゃんとかね。じゃ。たけれ、心は殺すことはある。本当は私、海好きなのよ。いやいや、海好きなだけじゃ歌わないですよ、普通に。オーディションすらもちろん来ないですね。確かに。AV のオファーとか来たことないですか。ある。やっぱあるか。あります。どんぐらい言われるんですか、彼とか。でも彼1億でとか。みんな億とかじゃない、何百万とかでしたよ。安っていう。いくらだっけ、800万。おお、そんなもんですか。多分そんなもんじゃないんですよ、だから舐められてるんです。ああ、ちょっとそうですよ。え、だってなんか分かんないけど、後藤真希さん3億みたいな、いやいや、見出しですよ、本当かどうか分かんないけど、アオファー来たら、みたいな、そんな、なんかその噂ね、週刊誌レベルのやつが出てましたけど。噂とか妄想と一緒で、噂も何でも書けるじゃないですか。そうか。その噂でも私めちゃくちゃ迷惑してることいっぱいありますね。そうなんですか。だそれで勝手に変なイメージついて、なんか私はただ芸能人になりたくて一生懸命頑張ってきても、周りの噂とかイメージ潰されることめちゃくちゃあります。あ、例えば。なんか正統派な本当 MC、 スポーツとかの MC 決まりそうだったのに。あ、マジですか。デビュー当時とかですよ。あ、はい、だったのに、なんかそういう変な噂、男の人とにお金を もらって、マフライグみたいなって言われて、もうふざけんなよって思って。ええー、こんなのやってたらもっと早くデビューできてるわって思うじゃないですか。あ、確かにね。だから調べてくれたら分かるから言ってくださいって言ったんですけども、その噂がちょっとでも立ってる時点でやっぱりダメ。やめとこうかなみたいな、スポーツだしみたいな。
へー、うん、辛いな。え、ちなみに枕営業したことありますか？ないわだからそうっすね、して私若い時にしてたら、そっか、もうちょっと早めに何かレギュラーが持てたりとか、そうか、そうですよね、してたと思ってちょっと後悔してる。ああ、やっときゃよかったみたいな。でもそこまでのね、ないんですよ。なるほどね、野心がね、野心というか、うん、あの戦略というか、うん、だからそのやさぐれ狂ってた時は分かんないですよ、もしかしたら。ああ、でもデビュー当時のまだ初々しいゆうちゃんはそんなことはできないって。あ、なるほどね。あとそういうことやるともうそういう噂ってすぐ回るんですよ。そうか、悪いの。やってるらしいよ。でそういうことって多分短期で降ろされるんですよ。だからもうバレバレで、それがダサいっていうんだと思って。そっか、そういうあるんですよ、グラビアアイドルの間でこれやったらダサいみたいなのもあるんですよ。ある。一応枕営業したらダサい。へえ。し、友達がいなくなる。なるほどね。だから長く続けたいんだったら真っ当に生きろっていう。へえ。ちゃんとした掟があるんですね。ある。だでも軽そうには見せとけみたいな。ああ、なるほどね。だからそのキャバ嬢さんでも、うん、なんかやれそうだけどやらせないみたいなのが一番売れてるみたいな、うん、そう、それを見習う感じ。へえ、なるほどね。だ精神的にも強くなきゃいけないし、はあ、だそれはもう頭も良くないといけないと思うんだよ。頭がね良くないからね、うまいこと生物しかできないから。いや、やばいよ。しかできない、本当に。でも、ご結婚とかしないんですか？それはもう、本当タイミング？そっか。まあ、相手しないってのもありますしね。だって、彼氏さんがいるって公表もね、されたら。うん。ね。そう、それ、公表するのも本当は迷ったんですよ。あ、そうなんですか？やっぱ、だってファンの人からしたら、別にそんなわざわざ聞きたくないっていう人もいるじゃないですか。まあ、私がファンだとしたら聞きたくはないな、正直と思うんですけど、でももしかして万が一何かで取られたりとか何かでバレた時にそれのがちょっと嫌だなって思ったんですよ。あ、そういう裏切りの方がね。だし、私ずっと彼氏いませんって言ってバラエティとか出てるじゃないですか。で結局いたんかいみたいになると、なんかずっと嘘ついてる感じも、そのもう年齢の件で懲りてるんで、あ、嘘をつくのがすごい嫌で、だからこれはもうちょっと本当にできたら初めに言おうと思って。へ、あの結婚前提と思ってるからですよ。ただのお付き合いとかだったらちょっと言ってなかったと思うんですけど。へ、まあ、そう、真剣なので。結婚したらなんかあの仕事のなんか資料も増えそうですけどね。変わってくれないと困るんですけど、もし結婚してまだ下品なこと求められたらもう無理なんですけど。無理なんですけど。いや、楽しみだな、それ。やだよ、下品。もういつまで下品な、新婚なんですけどとか言ってるの見たいですけどね。でも絶対バカにしてるでしょ。いや、バカにしてないですよ。でも、ね、そう、なんだかんだ真面目にちょっと語ったかもしれないですけど、はい、多分私には多分、はい、この感じ、はい、いじっていい立ち位置にいるちょっと下品なおばさんが一番いいんだと思うんですよ、はい、なるほどね、そこがみんなの安定感になるんじゃないかなと思うんですよ。正統派っていっぱいいるから。なるほどね。いやいや、いいと思いますよ。ね。確かに。めっちゃこのさ、手触り良くない？そう、なんかあの芸人さんが作ってくれました。だって主題歌もですもんね。あ、まあ、お願いします。すごいですよね。はい、普通に。矢口真理に歌わせてあげてくださいよ。え、歌ってくれるんですか？矢口さんが歌ってくれたら、だってあの大森さんはだってモーニング娘。そうそう、さんの大ファンだし、そう矢口さんが歌ってくれたら絶対喜ぶと思います。あれ、大森さん、矢口さんの曲書いてますね。書いてますよね。なんかあの火曜ザナイトの。そう、なんか白いなんちゃらなんちゃらみたいな。そう、真理ちゃんの歌を歌わせたいのよ。みんなにあの綺麗な歌声を届けたい。なるほど。あ、すいません、ありがとうございます。またよろしくお願いします。失礼します。